おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1322です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思います。プラス、生放送とかね、その辺でも言ってたと思いますけど、一応今回は、まあ、プラモデルの組み立ては組み立てですが、新しいね、今までは HG とか、フレームアームズガールとかね、そういうのやってましたけど、今回はね、ちょっと大きいもの、これをね、ちょっと作っていきたいと思います。多分、生放送とかで、こちらのね、パーツの処理とかやってると思います。はい。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね。上のところに書いてますけど、これ、リボン100ってことで、まあ私は100分の RE って呼んでますけどね。一応こちらのバウですね。これを今回やっていきたいと思います。で、この100分の RE っていうのは何かというと、まあ他に何体か出てますけどね。大体MG よりも結構簡易的な感じなんだけど、ディテールっていうかね、この辺が結構細かく入ってる、なかなか良品みたいな、そんな感じの100分の1サイズのちょっとね、100分の1サイズっていうか、一応こちらに関しては、もっとがっつりでかいやつ、もう、このね、100分の RE ってやつで出てたりするんですよね。結構ね、そういうね、サイズっていうか、そのくくりが結構曖昧なやつっていう、そんな感じですかね。多分、こちらに関しては多分 MG と同じぐらいのサイズで出来上がってくるんじゃないかな、というふうにちょっと予想しております。一応、パッケージこんな感じですね。で、側面がこういう感じです。で、バウといったらやっぱこうですよね。まあ、本体って言いますか、このモビルスーツの状態と、上半身が変形したバウアタッカー。下半身が変形したバウナッター。これですね。こういう風にできて、まあ合体するとこうですよと。で、果たして余剰品がどうなのかっていう、その辺もちょっと気になるポイントではありますね。で、この専用アタッチメントでバンダイプラモデルアクションベース1に、まあ飛行状態でマウントすることもできるという風に載っております。で、さらに、ここですね。まあこっちと同じような絵ですね。で、こっち側が、ここに変形分離することで攻撃機としても運用可能な可変分離型モビルスーツという風に、まあ機体説明が載ってるよと。で、それ以外にこうなってて、まあ、フロントとリア。頭部の部分のモノアイは一応稼働するようになってるみたいですね。で、これだけパッと見ると、バーニアの部分も、こことかね、まあ、ワンパーツなのかな。ここちょっと奥まってるから多分塗ってるような感じだと思いますけどね。まあ、こういう風になってるよという、こんな感じのものですね。一応ナンバーは6。まあ、6個目ってことですね。はい。一応今回はこちらをやっていきたいと思います。価格は、まあ、定価3500円ということで、まあ、MG よりはちょっと安いかなって感じかな。はい。ということで開けていきたいと思います。では、レッツ。オープン。はい。ランナー並べたのがこの状態となります。黄色と、まあ、こちら黒系と、あと、こちら多色ですね。赤、オレンジ、茶系というか、それとビームサーベルの刃と、ライフルとかその辺のやつですね。まあ、こちらの関節の色とかと多分同じかなと。で、あと、こちらメインのカラーとポリキャップが入ってるということで、やっぱり MG と比べると、ランナーの数かなり少ないですね。多分ね、MG になってくると、これの3倍ぐらいの量になると思うんですけど、まあ、感覚としては、でっかい HG みたいな感じかな。でも、それよりも、まあ、ディテールがかなり細かいっていう、そういうようなものだと思った方がいいのかな。で、あと、ここにシールが入ってますよと。そして、説明書の方がこういう風にありますよと。はい。まあ、こちらに関しては先ほどのね、パッケージと同じイラストだという感じですね。で、これを見ていくと、まあ、パラパラっていくと、こういう、こうですね、ランナー一式とボディから足作ってって、こういう風に行って、こうなりますよという感じですね。バウアタッカーナッター、なるよと。なので、普通に組んでいくと、普通に、あれなんですね、バウが出来上がっちゃうね、先に。で、バウが出来上がってから、分離させて、バウアタッカー、バウナッターになるよという感じの順番になってますね。で、こちらのところのマーキングシールの貼り位置っていうのもここに載っているという感じですね。こうです。はい。一応こういう感じになってると。そして、説明書の他にもう一個こうやってあってね、100分の RE、プレミアムバンダイで、リバウですね。こういうふうに、まあ、受注してるよと。ただこれ、いつの時代のもんだって話なんですね。購入したのが大体2018年の5月の末ぐらいに買っております。なので、こちらに関しては、受注物だったら多分、もう期間は間違いなく過ぎてるでしょうと。まあ一応これちょっと気になった方はチェックしていただければいいと思います。はい。ということで一応説明書の方ですね。こちらの部分を見ながら、まあ一応順番通り、とりあえずボディの方から行くみたいなんで、その辺のパーツですね。段取りしていって、一応組み立てを全部で、予定では2回に分けようかなと。で、その次にバウ自体の稼働範囲、それと分離させてバウアタッカー、バウナッターという風にやりたいと思っておりますので、まずはボディとかね、この辺のパーツの方の段取りをちょっと進めていきたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応ですね、こっからここにかけてボディというかね、胸部パーツ。で、ここに置いてあるのが頭部パーツという風に一応用意してあります。はい。
ということで、まず組んでいくんですけど、まずこちらですね。ここの部分を組んでいくんで、まずベースとなるのがこちらですね。こちらをまず持って、ここのところにね、ラインがあるんで、こういう向きですね。一旦このように持ちまして、これの下の部分ですね。ここのところに、こちらのパーツをはめ込むと。で、つけるときに、こうですね。この向きではなく、こういう風に、先ほど見てたこのラインですね。これの反対側に軸が来るように、このように持ちますと。そして、これの、ここのところですね。こいつのところに、ポリキャップ。これをここにはめ込みますと。そして、この黒いやつ。これの中に、ここに収めますと。で、その時に内側にね、溝がありますんで、その位置を確認して、しっかりと入れて、このように固定し上げる。そして、今、下の方にね、ちょっと置いてあります、この、蓋みたいなやつ。これを上から止めるんではなく、これは下の部分を、まあ、造形というかね、こういう部分になってるんでね、こういう風につけてあげると。はい。このパーツを一つ作ってあげるということで、これの判定がですね、もう一個作らなきゃいけないんで、そのもう一個、ささっとね、準備してしまいたいと思います。はい。出来上がったのがこちら。こういう風に見ていただくと、まあ、同じような形になってるよという感じですね。一応これができましたと。そしたら、これができたら、次のパーツに移りまして、ベースとなるのがこちらです。このパーツ。こちらの上のここですね。ここのところに、このちっちゃいポリキャップ。これを入れてあげますよと。で、奥までグッとね、しっかり入れてあげるんですけど、これの上のところですね。これ下にちっちゃい穴ありますけど、これが上になるようにではなく、下のちっちゃい穴がこちらの内側になるようにつけてあげると。そうしないと、これですね。今飛ばしてしまったこのパーツ。これが後々首になる部分なんで、こういう風にはまらなくなってしまうんで、これ上下間違えると大変です。ただ、反対というかね、この底側の方から、例えば爪楊枝とかね、そういうものを使って、反対側からね、こっからグッと押してあげれば多分ポリキャップ抜けると思うんでね、最悪間違えても大丈夫だと思いますけど、このように、まあ、ちゃんとしっかり入れてあげる。で、これができたら、ここの部分ですね。ここのところに、こちらですね。このパーツを上からパチンと入れてあげて、この状態を作ってあげると。そしたらこれちょっと折り曲げて、ちょっと避けておきまして、こちらのオレンジ色のこのパーツ。こちらの、ここの部分ですね。ここの中央部分に、こちらですね。このパーツをつけると。で、その時に、ここですね。ちょっととんがってるやつ。ちょっと平らめととんがってるんで、このとんがってるやつを、こっち側ですね。このくぼみというか、こっちの方を向けて、ここにバチンと入れてあげて、後ろの方にこう倒しておくと。こういう感じですね。こんな風にできたら、裏向けて、このくぼみのところに、この黄色いパーツ。これに関しては、最悪こっちから入れると抜けないっていう可能性があるんで、ちゃんとしっかり確認して、グイッと入れてあげると。で、これ奥からね、後ろの方からは先ほどのポリキャップみたいな感じで、こうやって押し込んで抜くことはできないんで、間違いないように入れてあげると。そしたら、先ほど作っておいた、このパーツですね。こちらと、この2つのパーツ。これを接続しますよと。その際、ポリキャップですね。これを2つ使いますと。で、こちらに関しては、表っていうかね、決まってるんで、こちらの部分と一応確認しつつ、一応つけてあげるよと。で、その前に、先にこっちのところにこう、はめ込んで、そして、これをくっつけると。で、つける場所っていうのが、ここの凹みの部分なんですね。こっちだから、ここだ。ここのところに、このような感じで配置されるっていう感じなのかな。もっと奥ですね。奥のところにちゃんとはまるんで、ここでしっかりと、こういう風に入れてあげようと。で、反対側も同じく、ここを入れて、こいつを下から、こういう風に入れてあげようと。そして、これができたら、後ろを向けまして、ここのところに、こいつをつけてあげようと。で、ポリキャップが今、剥き出しの状態になってるんで、保持力がね、はっきり言ってないに等しいんですね。なので、一応、このサイドのピンですね。こちらとこちらでロックしてあげると。要は、ここのところで先ほど追加したやつを使って、ここで止めてあげると。まあ、こんな感じです。ただ、これでもまだ不安定なんで、ちょっとね、慎重に持って、ちょっと避けときまして、これと、まあ、つなぐっていうかね、覆うような感じで、このパーツと。こちらの内側、ここのところに、このパーツを先に仕込んでおきますよと。これ多分入れとかないと、多分合体させた後だと多分つけられなくなっちゃうと思うね。一応こういう風に用意して、こちらのところで、上からギュッと。しっかりと止めて隙間ない状態に仕上げるとこのような形でくっついてくれると。はい、こんな感じですね。で、これができたら今度この先端部分を作っていくんで、これまたちょっと避けときまして、こちらの部分にあるこの辺のパーツをつけていきますよと。まずこちらのベースのこっちですね、この大きい方ではなくちっちゃい方、こちらの部分にこちらのグレーのパーツですね、これを用意して、こういう風に見て後ろの部分がちょっとピンと出たやつですね、
こちらを持って、こういう風にここでパチンと。で、こちらの前面部分には、このとんがってるやつですね。これ2つ重ねて、このパーツを作り、上のところにこいつを入れてあげると。はい。それから、ここのところにこのカバーですね。これをつけてあげますよと。で、ちょっとね、奥まってるんで、ちょっと入れにくいんですけど、まあ入れるとこんな感じ。そして、先端部分を、こう S 字の感じですね。普通にパキッと曲げて入れるんではなく、こういう風に格納して入れてあげると。そしたら、ここの部分と、先ほど仕込んだこいつのところで、ここでパチンと入れてあげて、畳むと、ここにはちょっとね、ちょんと出てるこいつと、ここの凹みの部分が合うようになってるみたいなんで、一応そこでガチャンと入れてあげるよと。はい、入りました。そしたらですね、今度こちらの部分ですね。これの前面のここのところに、ダクトパーツをここにつけてあげると。で、これに関しては一応形状決まってるんで、一応右に合わせて合わなければ左ですね。ここのところに入れてあげるとバチッと入るわけですね。で、反対側も同じく入れてあげます。で、こちらの、ここですね、側面のここのところに黄色のこのパーツ。こちらをぐさっと入れてあげるわけですね。で、こちらに関しては後ろのここの部分とここ、微妙に形状が違うんで間違えないようにしようと。一応こちらの部分も、まあ、とりあえず今仮に適当に刺しますけどね。一応これで入ったんで、まあいいでしょうと。一応こちらも形状確認しながら入れなきゃいけないんで、もし間違ってればね、抜き替えればいいと思います。または入れてね、きついと思ったらそのまま無理に入れるんではなく、一応、あ、逆かなと思ってすぐ抜いて入れ替えるというふうにすれば、このような感じでできます。そして、ここの部分に、このパーツをここに配置して、ざっくりと。で、これに関してはピンの部分がね、微妙に短いっていうかね、そんなにロングではないんで、グッと入れるときに、こう力かかると、この辺から根元からね、バッキリいっちゃう可能性があるんで、そこだけちょっと注意ですね。一応、グイッとしっかり入れてあげて、ずっと入れてなかったこのエンブレムというかね、ここの部分にこいつを入れてあげますよと。で、このエンブレムのこいつなんですけど、ランナーっていうかね、ゲートがここなんですよね。この細い部分、こちらのね、かなり薄いこちらのところにちょっと繋がってる感じなんで、ニッパーでゼロ距離でパチンで切っちゃうと多分ここから折れちゃうんでね、ちょっと離れたところで、かなり離れたところで切ってあげて、デザインナイフで処理するという風にしてあげないと、これ壊しちゃうんでね、そこだけ注意です。そしたらこれをぐるっと回し、後ろのここの部分、ここにこのオレンジのパーツ、これをつけますと。で、これに関しても一応形状決まりなので、穴が下ですね。なので、こういう形でここのところに入ります。反対側も同じくここのところに入って、こういう風にくっつきます。そしたら上のここのところですね。ここのところに、このタンク状のパーツをブスリ、ブスリと差し込んであげると、これで、こちらの胸部パーツが一部完成したと。そしたらですね、これちょっと避けときまして、次に頭部パーツ行きたいと思います。で、頭部パーツはこれだけなんですけど、前面部分というかね、ここ物輪になってて、こちらに関してはまだシールを貼っておりません。で、シールが一応、こちらのキラキラシール。それ以外に、ボディのね、後々出てきますけど、この辺ね、フロントアーマーにつくシールとか、その辺のマーキングシールみたいなのもあるんで、それも後々ちょっと貼っていきたいと思います。一応こちら、この状態の1番ですね。一番ちっこいやつですね。もう一個のやつは多分ビームライフルかなんかの多分スコープかセンサーかなんかだと思うんでね。一応こちら取っといて、この今手に乗ってるこのちっちゃいシールをこちらのところに貼り付けますよと。で、これに関してはいつもの通りね、紙のシールなんで最悪剥がれる可能性があるんでね。気になる方はちょっとこれ塗装してしまった方がいいと思います。で、こういう風に配置したらこちらの部分ですね。ここのところにこのように乗っけると。はい。これでここに乗りましたね。こんな状態です。そしたらこのパーツをこちらですね。この2つのオレンジのパーツでこう挟み込んで、くっつけてあげるんだけど、どっちかというと後ろのね、とんがってるというかこう出てるこのパーツを使って、これで挟み込んで、このように固定してあげると。こういう感じになっていくと。で、グッとね、しっかり入れてあげて、こちらが前面のカバーパーツというかね、こういう感じですよと。はい。一応奥のところにね、こう物合いがキラリと光っております。で、これの後ろのところにこのパーツを差し込んであげて、これで固定完了になるんで、はい。バウの頭部パーツが出来上がったと。うん、なかなかいい感じになってますね。はい。これで頭部ができたんで、一応今回の最後としまして、腕ですね。腕のパーツをちょっと作っていきたいと思います。で、いつもの通り片腕の分だけね、パーツ処理終わらせてありますんで、それをね、ささっとここにね、準備していきたいと思います。はい、パーツの方準備できました。そしたらですね、これから組んでいくんですけど、また同じくベース、これですね、こちらがベースになってまして、これと、こちらをつなぐために、ここにね、ポリキャップを入れなきゃいけないよと。で、こちらのところに入れるポリキャップっていうのがこれですね。で、こちらに関しては、
平らな面がこっちにね、自分側に向くようにして奥側にぐさっと入れてあげると。でここにこいつを取り付けてあげまして、で奥までしっかりと入れてあげる。でこれができたらここのところに、こちらですね、このパーツをサクッと差し込んであげて、この状態を作ります。そしたら今度このね、肩アーマーを作るんですけど、こちらに関してはワンパーツではなく、こちらのオレンジの内側にこのグレーのパーツですね、これをサクッと刺してこの状態を作ると。で反対側も同じくここのところにしっかりと入れてあげて、この状態を作り、ここにある穴ですね、ここのところにこいつを刺す。そして反対側からこいつをつけてあげることで、これで肩アーマーというかね、肩側が出来上がると。はい、こんな感じです。でこちらに関しては中のところでね、あの数字の8みたいな感じでガッチャンってなって稼働するっていう、そういうギミックではなさそうなんで、まあ保持力はまあ問題なさそうな、そんな造形っていうかね、出来でしょうかね。はい、そしたら今度こちらね、前腕とか二の腕、こちらを作っていきたいと思いますが、まずちょっとこれ避けときまして、ベースとなるのがこちらと。でこちらの内側、ここのところに同じくポリキャップを仕込みますよと。はい、こういう感じ。そしてこれの上ですね、ここのところにこの二の腕の部分を入れると。でこれも一応こういう風にね、説明書ではここの四角い穴が自分の方に1個見えてるやつ、奥に2つではこれね2個ではなく、こういう風に1個だけ手前にね見えるようにして、ここのところにカバーのようにこいつをザクッと刺していきますと。で最後までパチンと入れるとこんな感じです。でできたらこちらのところにこの内部フレームみたいなやつですね、これをここに差し込みます。で反対側からも同じくここのところにザクリと刺してこの状態を作る。そして下の部分、ここに黄色のパーツですね、これを差し込みます。まず片側差し込んで、でもう一個をこう差し込むんですけど、差し込むときにここにミサイルみたいなのがついてると思いますけど、これのカバーですね、それをつけなきゃいけないんで、こちらのところにまずカバーを仕込んでおいてからこうつけますよと。でこのままつけてしまうと、ここのところに入れる手首のねブロックパーツ、これが入らなくなってしまうので、一応この状態で一旦避けときまして、こちらのパーツ、これを作ると。でこれの中にこれですね、ちっちゃいタイプのポリキャップを仕込みます。その時にこちらのグレーのところにこいつを先に配置しておきますよと。でこう先に入れるんですけどね、固定がかなり甘いんでね、まあこういう風に軽く乗っけるよと。で上からこいつでパチンと止めると。はい、今まで見たく軸で止めるっていうよりも爪で引っ掛けてる感じになってるんで、ね、ちょっと弱いかもしれないです。こちらが段取りできたら、先ほど作ってたこいつの内側にこういう風に入れてあげて、オレンジがこういう風にね下になるようにこういう風に作ってあげる。でこれができたらこのパーツをここのところに入れてロックしてあげる。その時に一応ここの部分が稼働するっていうのと、この蓋ですね、これが変な方向に入ってないっていうのを確認しておきます。でこれができましたら蓋はもう閉じちゃって OK です。そして外側ですね、側パーツをつけると。でこの切り欠きになってるやつがちょうどここのところね、ボコッと出てるやつを、まあこういう風に覆うような感じになるんで、ここのところでざくりと。はい、でこちらに関しては板パーツになってるんで、これグッて刺すときに穴ですね、ここのところに変に入らない状態で力いっぱいかけると多分白くねそこの部分になってしまうんで、一応確認してグッと入れてあげると。でこれができたらこちらの手首パーツ、これ2パーツですね、あの指の部分と外側の部分ということになってるんで、こちらの部分をしっかりと確認してつけて、手の甲のパーツをここでこうだ、こちらに入れてあげますよと。これでできると。なのでこれ見ていただくと分かると思いますけど、一応これしか手首パーツはないです。なので常にこの状態と。で普通にグーとかパーとか、あと指差しとかね、こういうのは一切ないんで、全てこの手で賄うという形になるんで、ちょっと気になる感じかなと。でここにブチッと入れてあげると、こういう感じで出来上がります。でここのところにこのパーツ、これ後々ビームサーベルですね、これ2つパーツをこうくっつけてあげて、こちらの今こうやってつけたねこのパーツ、こいつが下になるようにして、ここのところにくっつけてあげて、こういう形を作ってあげる。そしてここのところに肩パーツを、ブスリと最後まで入れないとダメですね、ガッチンと入れないとダメなんで、こういう風に入れてあげると腕が出来上がるという形になります。なので反対ですね、一応こちらで右ができたんで、左腕こちらをねささっとねちょっと作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちら、これで両腕揃いましたねということで、一応今回は両腕と頭部と胸部パーツ、一応ただこの胸部パーツに関してはここのところで穴開いてるのがわかると思いますけど、これではね完成じゃないんで、まあ一応未完成の胸部パーツとなりますけど、ここまで今回は作っていきましたということで、一応こちらを組んで終わりにしようかなと。でここの部分ですね、ここのところに
腕をこうざくりと差し込みますよと。で、反対側も同じくここにブスッと差し込んであげて、最後にこうですね、ここのところに頭部パーツをプチンと入れてあげると。で、その際今ね、こういう風にグイッといっちゃいましたけど、これ後々変形する関係でここのところがこう変形しちゃうんですね。なので、ここら辺をしっかり押さえつつ、ここのところにブスイと入れてあげると。どっちかっていうとこれ組む前に先ほどね、ここに仕込んだポリキャップ、こっちの方がね弱いんで、頭部のところに先のダブルパーツをバチンと入れてからこっちにプチッと入れるのもありだと思います。はい。一応これで上半身、ここまでできたということで、次回はこの続きですね。下半身。そして武器とバックパック。そちらの方で作っていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。